令和6年最初のお城散歩は、徳川御三家の一つ、紀州藩紀州徳川家の居城、和歌山城を歩きます。この城は、豊臣秀吉の命により、弟の秀長が築城しますが、普請奉行は、後に築城の名手と言われる、藤堂高虎でした。それでは、一の橋を渡り、大手門から入城します。徳川御三家の居城にしては意外にも質素な薬衣門型の大手門。昭和58年に一の橋とともに復元されたものです。右手二の丸に残る大楠の木、高さ約25メートル、樹齢は約450年と言われています。突き当たりを右に曲がると、一中門跡になります。さらに右側に進み、二の丸に入ります。この二の丸には江戸城本丸御殿を模した大きな御殿があり、表は紀州藩の藩庁、中奥は藩主が執務を行う普段の生活空間、大奥は藩主の正室や側室、女中の居所でした。二の丸から庭園のある西の丸へ渡る藩主専用のお箸廊下が復元されています。さらにこの二の丸正面には本丸への裏坂上り口があります。それでは絡め手口で江戸時代から現存する岡口門に向かいます。岡口門は現存する櫓門で、浅野氏の時代はこちらが大手門でした。国の重要文化財に指定されています。正面左手の高石垣が松の丸の櫓台です。初代藩主、頼信が、修富士と呼ばれる龍門山を眺め、故郷の駿河を忍んだと言われています。それでは、表坂上り口から本丸、さらに天守閣に進みます。この宝船を模した七福の庭は、大正12年、本丸跡に給油所の設置が決まり、本丸庭園から移築されました。
この本丸御殿ですが、居住したのは初代藩主の頼信と最後の藩主となる望次だけでした。いよいよ天守曲輪に到着です。大天守と小天守が連結式に建てられ、さらに乾櫓、二の門櫓を渡り櫓で結ぶ連立式と呼ばれるものです。和歌山城は姫路城、松山城とともに日本三大連立式平山城と呼ばれています。和歌山城を築城し、初代城主となった豊臣秀長は、豊臣秀吉の弟であり、兄の天下統一のため、内外の政務や軍事面でも貢献した欠かせぬ貴重な人材でした。たらればになりますが、あと10年生きていたらきっと歴史は変わったと思えて、残念でなりません。